どうも、岐阜の伊丹隆です。今回の約束はこちら。あーし、楽、超楽、霊能者超楽。よっしゃよっしゃ、頑張るぞ、頑張るぜ、ジェシカしろ、ちょっと早くない？カミングアウト。じゃあ、ああ普通に21なんだ、普通に21か。うん、ちょっとメモるわ。ちょっとメモる、メモる、メリルみたいや。グレイ4回避、カリウル回避と、回避ということをね、ちょっと待ったな、単純に一番ね、一番わかんねえやつやな。フランク A まで、かっこログの薄さで選んだ、すまん。すまん、フランク今んとこなんもない。わかるー、エマそれめっちゃわかるよ、うん、めっちゃわかるよ、わかる。初心者なー、釣るのなー、心苦しいんだよなー。飛び火ありでいこう。俺アーニー釣るわ。アーニー釣るわ、これ、なんもないかー、なんかな。まあ、初日の考察ってむずいもんな。なんもない人のせいさ、どうするよ。全然な、そう、なんか、全然色出していかないからな。色出さないから、叩きようがないよね。天ぷら、これアーニーでいいかもな。天ぷら釣ろうかな。フランク伸びないなら釣り。私ません、正直クレートが誰もいい。仮説雑に考察すると、フランクの方が黒目で見てる理由は、経費値に黒い位置として最も黒悪い位置は一番話してないやつ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、ほう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 、ちょっと100で指定するか。アーニー初心者は、アーニーも初心者、俺なアーニーが仮して外れてめっちゃ余裕こいてる狼に見えるんだよな。狼に見えてきたんだよな。アーニー6は、2人ともアーニー釣るんや。待って。おい、なんか急にアーニーにヘイトが。これ違うだろう。これアーニー村だろう。これアーニー村だろう。
いや、今日はフランク、エマのどっちか行くか。アーニーはラインがない。ラインなくね。他の人と、フランクにするか。フランクにするかー。ちょっとかわいそうだけど。カリュウと会議で。おなしゃす。カリステイ内ならエマツリ。ステイ外ならアーニー。フランクすまん、フランクすまぬ。すまそ。深川亮。フェイを強靭で見てるから、フェイは新芽を取りに行くことに精一杯。フランク村そうやな、ちょっと村そうやけど、てかね、多分ね、俺ジェシカかメリル、どっちか人狼だと思う。な。ジェシカかメリル、多分人狼やわ。俺初日で狼囲えてると思う。囲えてると思う。いや全然。いや、フランクすまん。すまにょやな、ほんと。10秒前。なんか思い切ってジェシカかメリル釣りたいけどな。そんなことしたらいかんもんな。そやな、まあ多分スムラやな。ランク市民やな。誰噛むやろうな。深夜よ、もふけ。はぁ、どこで GJ。 すごでも白ジェシカ黒。あー、なるほど。正直カミングアウト、いや俺正直ジェシカ臭いと思ってたから。釣るならジェシカ。どう？初日白を釣られなきゃならん。いや、護衛先言う必要ないやろ。あ、アーニーどこ守ったって聞いてもさ、聞いても狼ならわかるやん。狼も、守り先なんてさ、なんて狼でも狩人でもわかるんだから聞いても意味なくね。
グレー守っとるんやったら意味あるけど。七三？あ、ありがとう。ありがとう。あ、結果しろよ。結果しろ。これジェシカだな。うん。俺はジェシカ釣りたいけど、皆様はどう思います？アーニー明らかに死めない。いいと思います。ショーンさすがです。あとは。メリルとロディはどう思う？メリルとロディはどう思う？でしょう。ちょっとじゃあちょっとログ読むわ。ログ読んでジェシカの黒要素探すわ。黒要素探すわ。なんて言っとったっけ。フランクの方が黒目で見てる。いや。これなぁ、エマジェシカかもなぁ。ロディめちゃくちゃ村っぽくね？待てよ、エマと、アーニーのログなんて見るほどないんだよね。ほら、こんなんやな。ロディは？でもさ、相方誰だ？でもジェシカ黒だと相方エマでしょう、おそらく。でもしアーニー黒なら誰相方？ちょっとログ見るか。ちょっとアーニー釣りの流れの時、あそこでわかるかもしれん。アーニー釣られそうになってた流れで、かばってる人がいなかったら。エマは真っ先に行っとんな。で、アーニー、フェイもアーニー釣り。メリルもアーニー。フランクもここアーニー釣り、2人とも希望出してるし、ラインに見えなくない。ちょっとどうなんだろう。でもな、メリルはアーニー釣りを知っとるんだよね。ちょっとアーニーロディかな。アーニー黒なら相方ロディかな。渡部ぐらい信用できる。ジェシカ釣りで。おなしゃっす。おなしゃっす。負けたら俺のせいでいい。負けたら俺のせいや。さあ。
ジェシカ黒でしょ。ジェシカ黒だ。黒だ。多分。多分。ミヤリのどこに新芽がある ?30 秒前すまん。いや、多分そうだって、うん、アルペペになるね明日。10秒前アーニーの舐め腐った僕さあどうなんだろうどうなんだろうどうなんだろう。ほらーほらー、ということはエマだろ相方。は？なんで？なんでそういうことすんの？俺息取ったら勝ちだったのに。待って、レンガありだよね。レンガありだよ。レンガありだから、マジで謎なんやけど。笑った。笑った。勝ち確やったのに。勝ち確やったのに。やったのに。負けるかもな。エマ人狼、ジェシカエマだね、うん、ジェシカエマだね、うん、俺を守らないの謎すぎるんやけど、俺を守らない理由が謎すぎる、謎すぎる、これ新芽ないわ、兄新芽なさすぎるわ、新なのに新芽ない、新芽なさすぎる、新芽なさすぎ、自分噛まれると思ったから適当に守ったんか。ああ、なるほど。それあるな。アーニー自分が噛まれると思ったから適当に守ったんや。多分そうだわ。もしくは誰も守らなかったか。うん、いいね。あ、でもロディの考察がすごい。まっとうまっとう。そうそうそう。RPP ないから落ちてるんだよ。そう。そうなんだよ。これロディがしっかりしとるで勝てるでしょ多分。うん、黒で狩りと出ない。だってロディとアーニーが村、待てよ、ロディアーニーメアリー、あー大丈夫だろう、大丈夫でしょ。うん、勝てる勝てる、うん、頑張れ。そうなんやって、あーし、てかエマかよー、しまったな、エマ狼っぽく見えんかったんやけどな、感情の印象悪い。メリル人狼、ちょっと待って、そんなこと言ったらいかんって、メリル白だよ。アーニーマジ新芽ないわこれ、うん、アーニーマジ新芽ないわこれうん、そう、やべえやべえやべえ、俺が生きとったらアーニー釣るわこれ、やべえ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 。
点ブレブレ。でもな、視点ブレブレなのはね、村要素ではあると思うんやけどな。うん、ジェシカ黒よ。ジェシカ黒よ。黒よ。うん。何やったっけ。ロディシロやろ。だからロディシロだから。ですよね。あ、フランク女の子だね。フランク女子だね。あーと。釣っちゃってごめんね。釣っちゃってごめんね。あーと。釣られてしまった。チュッ。そうなんか好き。ジェシカ。でしかなんとなく黒かったんや。適当すぎる。すまん。すまん。え、フランクあれで押すなの？フランクあれで、その顔文字使って押すかよ。使ってて押すかよ。押すかよ。ピエン。女子じゃない、ゲゲって言っとくか、ゲゲ行き過ぎ。え、ま、なんなんマジで。アーニーまあまあ勝てると思うけど、勝てると思うけど、テスト慣れてない。でも十分じゃね。なんでやろうな。でもな。なんでだろう。なんでジェシカ黒く見えたんだろう。見えるんだろう。自分でもわからん。自分でもわからん。占い守りある。怒るのは分かった。感情論。性感情論、感情論。感情的になっとる。性感情的になっとるよ。さあ、どうすんだ、うん、兄鶴。いやいやいや、お前、今、狼だから。今、狼だから。うん。ぼっとして誰も守ってない。やっぱりな、ほら。やっぱりな。絵祭り。これは勝ったわ。これは勝った。30秒前。まあでも黒側めちゃくちゃ頑張っとるけどな。黒側めっちゃ頑張っとるのに負けるのちょっとかわいそうやけど。さあ、絵祭り、イエーイ。いや、はい、ショーン・レイノでアニカ・リュード、フェイ・キョウジンでエマ・ジンロー、メリル・市民、メアリー占い師、ロディ市民、フランク市民、ジェシカ人狼ね。いや、アーニーマジ頼むわー。頼むわー。アーニーマジ頼むわーじゃねえや。いやー、守ってやー。守ってやー。ジェシカのムーブ悪かった。いや、なんでやろうなー。なんか初日囲いに見えたんだよなー。見えたんだよな。なんでやろう。なんでやろうな。
あ、フェイめっちゃ切れてるやん。いや、まあまあまあ、まあ、まあまあ、気持ちはわかるけど、気持ちはわかるけど、そんな怒んなよ。そんなに怒んなって。まあまあ。そんな怒るもんじゃない。ゲームは楽しくやって。ゲームは楽しくやるのよ。やろうよ。合言葉だし。合言葉だし。あ、本当にメアリー。え、メアリーどこ住み？メアリーどこ住み？はぁ、あ、はぁ、あ。そう、リスナーなんやで、そんなギスギスしてもいいのにな。そうなんやって。野良部屋ならいいんやけどさ。野良部屋ならまだいいけどさ、合言葉だからそんな切れんでもいいのに。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日の動画もぜひ見てください。そしたら、ありがとうございました。